2005年、左が当時ドルフィンビーチ、現在のシーパーク大浜。下が横山海岸海水浴場。1974年、当時は丸善石油の貯蓄施設。岩国陸軍燃料所横島出張所は、広島県福山市の横島にあった、急に本陸軍の燃料貯蔵施設。現在はシーパーク大浜という有料海水浴場になっている。 元々は民有地であったが、昭和16年に突然工事が開始され石油タンク11機が設置された。空襲による損壊は受けずに終戦となり、戦後アメリカ軍が接収し朝鮮戦争時には、米軍横島輸送所、大浜貯油基地として用いられ、昭和33年に日本に返還された。国有のまま防衛庁の用地になる可能性があったが、 当時参議院議員だった宮沢喜一により民間払い下げの方針となった。1960年より丸禅石油に払い下げられたもののオイルショックにより昭和50年閉鎖を決定した。同年、常石造船は跡地に重金属処理を行う産業廃棄物処理工場の建設計画を内会長に提出するが、横島出身の町会議員が難色を示して、 反対運動が起き、常石造船は2ヶ月後に計画撤回を余儀なくされた。しかしその後も、常石造船は周辺の農地買収を進めて、用地面積の拡大を推し進めた。この農地買収にも宮沢喜一が関与し、地権者への説得に出向いている。大浜周辺の道路は狭く、基地建設のためには道路の拡張や、 水道設備の建設が必要であった。常井市造船からの要請を受けた内海町議会は1979年に横島石油基地化計画促進に関する決議を可決し、行政、政治、企業が一体となって基地建設が動き出した。1979年、田島と横島を結ぶ橋は20トンタンクローリーが通行できる強固なものに更新され、 内海町と本土を結ぶ内海大橋が1979年、着工、1989年開通した。1981年、常石造船は昭和石油と共同で横島石油基地化計画を正式に発表。横島漁協との交渉を行い7億200万円で大浜沿岸の漁業権放棄の協定を結んだ。しかし交渉中に不信感を持った。 漁協関係者が調査を進めたところ、計画されているのは、石油基地ではなく、危険性が高い LPG 基地だと判明し1983年に、内海庁の環境を守る会が結成され、本格的な反対運動が始まった。常石造船は反対運動に対抗して、関連企業従業員らを中心にして、LPG 基地の建設を促進する会を立ち上げた。 反対派が問題にしたのは下記の4点である。基地に貯蔵される LPG が爆発する可能性の懸念島内を LPG を積んだ20トンタンクローリーが通行するようになる安全上の懸念 LPG 基地から海中に冷排水が放出されることにより漁業環境が影響を受ける可能性の懸念行政と議会が住民に説明を実施せず石油基地と偽って秘密裏に LPG 基地を建設しようとしたこと1980年代に2度の町長選挙及び1度の町議選挙があり、結果的に LPG 施設反対派が勝利を収めて、常石造船に LPG 施設の受け入れ拒否を突きつけた。国会議員や大手石油メーカーを巻き込んだ LPG 基地建設計画は石油ショックに伴うエネルギー源の転換という国策でもあったが、 地元の理解が得られず実現に至らなかった。その後の右与曲折を経て整備されたのがドルフィンビーチという海水浴場であり、後に大幅な整備改修を経て、現在はシーパーク大浜として有料海水浴場として営業している。2015年現在でも4基のコンクリート製の貯油送防護壁をはじめ、不装、対比、号、監視所、 防空用銃座等が残っている。内海大橋、牧橋で本州と繋がっているため車で行くことができる。ありがとうございます。